森山夫婦は日本の作家。作家、モデル、タレント活動を行っている。広島県広島市浅見南区出身。血液型は A 型。進行性筋ジ,ジストロフィー、心的外傷後ストレス障害を患っている。したくてもできない身体的行動を怠けていると責められ過ごしていた著者は第三者である医師という存在に、それが スジジストロフィーが原因であると口にされることで、やっと証明してもらえたと嬉し涙を流したという。医師に余命と病名を宣告され、やっと体への理解や体の状態に必要なサポートを受けながら過ごせると著者が期待した後に、母親が取った行動が、全身の筋肉が衰えているため簡単に、転んでしまう著者の襟首をつかみ突き倒し、洗面所で頭を何度も床に打ちつけながら、 殴り続けたというもの。病名と余命宣告を受けた著者は自分の努力で解決できない進行性かつ身体能力の欠如において付随してくる物理的問題へのサポートが適切に与えられない状況に心身ともに困窮していたため病気であること自体を悲観したり悲しむ感情に浸れることは贅沢で羨ましいことだと感じていたという。 現在でも必要な介助やケアなど配慮のある環境が欲しいものであり、自身が病気であること自体を憐れむ感情はないという。病名が分かったことにより歩けない状態の時に使用できるよう、教員の判断で中学校の保健室に車椅子が用意される。猫王国とは、森山夫婦の妄想から生まれた自分の内面にできた、もう一つの世界かつ、自分にとっての内面的現実世界。 または自宅を指す表現である。2011年のサンデージャポン出演後のネットラジオで猫王国とは何かについて言及している。広島生まれの彼女。小学3年生の夏休みに原爆資料館に行き、人間が人間を傷つける無謀さにショックを受ける。その後、自分で絵本を描こうという授業があり、そこで描いたのが猫王国の話という絵本。内容は、 ある星があって人間があまりに同じ過ちを繰り返すことに神様が怒って人間を砂に変えて滅ばせ人間砂漠にしてしまう。そしてその星の再生者として神様に生み落とされたお姫様がいた。そのお姫様は人間砂漠に入り過去その星で生きてきた様々な人の念に触れてその星の歴史を知ってゆく。そして人間のあるべき姿を学びながら星を 作り直してゆく、というもの。戦うお姫様、みたいな感じ。という彼女の発言に、そのお姫様って、風あゆみちゃんでしょとパーソナリティに突っ込まれ、小学3年生なんで許してくださいと照れる。猫を告という世界観から、ファンからは、風あゆみにゃんという名称で呼ばれているが、ブログの記事から、友人や編集者から、姫と呼ばれている模様。 自身が自分を指すときは、私、あたし、森山、ありがとうございます。